大正5年に創業した名古屋の老舗お茶専門店妙高園。現在愛知県内で6店舗展開しており、最近では若者向けのティーストアも展開しています。様々な種類の日本茶商品が揃う妙高園、一体どんなものが売れているのか。それではランキングスタートです。まずは第5位、抹茶。お茶会など特別な時にいただく抹茶、茶葉そのものを飲むことになるため、ビタミンや食物繊維などの成分を丸ごと摂取でき、体にも良いと言われています。茶碗に直接お湯を注ぎ、茶筅で泡立てたものを一口飲めば、ふくよかな甘みと旨みが口の中に広がります。また、名古屋は昔から抹茶どころと言われておりまして、日常にご家庭でお抹茶を飲む家がすごく多いというのがこの地域の特徴でもあります。続いて第4位、ほうじ茶ペットボトル。えりすぐりの茶葉から仕上げたほうじ茶を持ち運びに便利なペットボトルに入れた妙高園のオリジナル商品。通勤中のサラリーマンや OL など比較的若い人に人気が高く、名古屋のお土産に買っていく人も多いそうです。店で売っているものと全く同じ原料を使っているというのが他のペットボトルとは違うポイントだと思っております。第3位はこちら、妙高園のチョコレート。老舗のお茶の味と洋菓子を組み合わせ、それぞれの特徴を生かした新しい味を生み出せないかという思いから誕生したのが、お茶を使ったチョコレート、その名もチョコレートです。チョコレートよりも抹茶、ほうじ茶が先に来るっていう、そこにこだわりを持っております。生チョコレートのため冬季限定販売のチョコレート、明日から販売再開です。続いて第2位、煎茶。日本茶の中でも消費量のおよそ 80% を占めると言われる煎茶、渋みと甘みの絶妙なバランスはお湯の温度によって変化します。ぬるめのお湯で入れれば甘みが引き立ちまろやかに、また高温で入れれば渋みが増します。湯加減で何通りかの味わいを楽しむことができるのが特徴です。一番オーソドックスなお茶ですし、何にでも合うお茶ですので、煎茶の人気はここから来ているというふうに考えております。そして第1位はこちら、ほうじ茶。名古屋駅や栄の地下街でお茶を煎る良い香りを嗅いだことはありませんか？あれこそが妙高園のほうじ茶の香り。創業当時から販売している看板商品です。番茶や煎茶を煎って作るほうじ茶ですが、熱を加えることで渋みや苦みが抑えられ、香ばしさが一層増すといいます。若いお客様でもなんかこれ見たことある、懐かしいって言っていただけるのが妙高園のほうじ茶じゃないかなというふうに考えております。名古屋の地下街を漂う時代を超えて愛される香り、妙高園の看板商品ほうじ茶が第1位に輝きました。はい、お茶と何かを組み合わせた商品、ランクインしたのはチョコレートでしたけれども、そういった商品がいろいろ出てくる中でしたが、やっぱり上位はお茶、飲む習慣がやっぱり、ありますから、普遍的なんですかね。そうですね、はい、以上ゴチスタランキングでした。